水平歩道。水平歩道は、富山県黒部市の欅平から千人谷まで、黒部川上流沿いに、約13キロメートルにわたって伸びる歩道。千人谷から、さらに上流方面へ通じる日電歩道と共に、黒部峡谷の核心部、カローカを通る登山道である。道は、黒部川の左岸に沿って、一部区間を除きほぼ同じ、標高。 約千メートルを保ったまま水平に伸びている。鋭く切り立った黒部峡谷の断崖を、この地形にくり抜いて作られた道であり、幅は狭いところで七十から八十センチメートルほど。関西電力、関電の黒部川第四発電所から伸びる、送電線の巡視路としても使われているため、道自体はよく整備されているが、途中には鉄製、または丸太を組んで作った山道もあり、 また道が通っているのが、川もから数百メートルの高さの絶壁上で、ひとたび転落すれば、生命にも関わることから、俗に、黒部では、怪我をしない、落ちると怪我どころでは済まない、の意と言われ、実際に転落事故が、しばしば発生している。このため、登山道としては、上級コースに区分される。危険箇所には山側に手すり代わりの太い針金や、ワイヤーが貼られている。 谷川には転落防止の柵などは設けられていない。また、契約平から1 2トルほどの場所にある山小屋、阿蘇源温泉小屋を除けば、コース途中に避難所はなく、エスケープルートも存在しない。毎年、初夏になって、黒部峡谷に残る雪が消えてから整備を開始する。整備は関連が、地元業者に委託して行われているが、その内容は、 なだれなどの被害があった箇所の補修のみにとどまってり、安全向上のための抜本的な対策は取られずに来ている。本歩道と並行して地下を走っている関西電力黒部専用鉄道の一般開放と合わせて本歩道、日元歩道もより安全に通行できるように整備して黒部峡谷観光の目玉にすべきという意見も一にあるが具体的な動きにはなっていない。 富山で設立された同様アルミナムが多くの電気を必要とするアルミニウム精錬のため水力発電用ダムを自前で建設することを計画しその調査を目的として1920年大正9年に開通せたものである勾配が急で流量も多い黒部川水系は電源開発に適しており当時の開発ゲーに湧いていた各社はこぞって黒部川における 水利権を得ようとしていた。そういった中、日本で最初のアルミ製錬事業を計画した、塩原又作と、高峰城吉は、低新商の儀士であった、山田豊を引き抜き、会社設立に当たらせた。桃原、原宇那月き温泉から柳川原までは、富山水力、柳川原のから、欅ヤキら手前の猿飛びまでは、三井鉱山、現日本コークス工業が、すでに権利を、 出願済みであったため、山田は、競合を避けて、さらに上流の欅平から平野小屋までの権利を出願した。水平歩道開設には、このような背景がある。その後政府の圧戦により、柳川原野から猿飛びまでの推理権が、東洋アルミナムに与えられた。同社は、うなずきを拠点に、欅平から上流の十字橋までの調査計画を立てるが、 その後事業の行き詰まりにより1922年に電力事業を日本電力、日電に上九1928年には会社自体が日電に吸収された。開発計画を引き継いだ日電はその後水平歩道を延伸する形で千人国からさらに上流へ伸びる日電歩道を開いている。黒部川水系の電力施設はその後実電から 日本初送電を経て、第二次世界大戦後の1951年、昭和26年に、還元の管轄となる。1963年に黒部ダムが建設された際、中部山岳国立公園内である現地にダムを設置する条件として、日元歩道及び水平歩道を一般登山者向けに維持、補修することが公正省、当時より電に対して義務付けられた。これにより、 関電は、毎年数千万円の費用をかけて、両歩道の整備を行っている。登山道は、黒部峡谷鉄道欅平駅来から始まる。駅前の広場を出発してすぐ、しじみ坂と呼ばれる、急な登りとなり、標高差350メートルほどを一気に上がる。両線上に出てさらにしばらく登ると、送電線の鉄塔が、道の脇に立っている場所に出る。周辺は広場になっており、 付近に水平歩道し終点の標識がある。ここからはほぼ平坦な道となる。道は谷に出会うたびに地形に沿って内側へ蛇行するため長く感じられる。谷の向こう側には奥昌山の岩壁が間近に見える。途中には雪崩や鉄砲水を避けるためのトンネルが数箇所あるが、志合国に掘られているものは内部で半円形にカーブしているため真っ暗で、 通過には、懐中電灯などが必要となる。オリオ、オリオ谷では、園庭の中に設けられている通路を通る。志豪国とオリオ谷の間には、大太鼓と呼ばれる展望ポイントがある。前述のように道自体はよく整備されており、ワイヤーや針金なども付けられているが、足元には岩角や木の根が飛び出している箇所がある。また、道幅が狭いため、 阿蘇玄温泉小屋の元オーナー、原田義春は、岩に、ザックや体を当てて、バランスを崩さないよう、終始緊張感を持って、歩くようにとアドバイスしている。再び草原線の鉄塔が現れる箇所から、標高差にして150メートルほど下っていくと、阿蘇原屋の中にある山小屋、阿蘇玄温泉小屋に到着する。この小屋は水平歩道、日元歩道を通じて、ルート上にある、 唯一の山小屋である。小屋からは再び急登になる。登り切ったところを左に折れて、トラバース道を進み、トンネルを抜けた先から、急なくなりになる。下り切ったところに、完全の人みたいな宿舎があり、この脇を進む。千人国ダムの管理施設の中へ入り、黒部専用鉄道の軌道を横切って、通路を進み、管理施設の外に出ると、ダム園庭に至る。 かつては、園庭への通路を通らずに専用鉄道の軌道脇を歩いて対岸に渡るように案内されていた時期もあった。水平歩道は、千人国ダムで終わりとなるが、ダム園庭上を渡った先からは、日電歩道が黒部ダムまで続いている。また、ダム園庭のところからは、千人温泉方面への登山道、雲切れ振動も分岐している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。